SWK 愛車紹介、はい、バッチリやったね、タイミングが、はいね、はい、以前ですね、私、はい、車を買いますみたいな動画を上げて、はい、まあ早8ヶ月ぐらいですか、経ちましたね。まだそんなですか。そうです、そんなもんです、はい、いやもうなんかもっと長い気が、8月ぐらいから乗り始めましたので、はい、ただ距離はもう2万キロを超えております。そうですね、はい、そんな愛車ですけども、はい、こちらクロスビー、クロスビーですね、ブラックのスターシルバーエディション。そうなんですね、こちらここが白っぽく最初見えるんですけど、はい、これ実はシルバーなんですよね。ですね、上部と横ですね。ちょうどこれが出たぐらいの時に購入した、はいはい、そのタイミングでタイミングですね、はい、購入させていただいております。はい、で、まあ2万キロ走ってる毎朝使ってる車なんですけども、ちょっとこうこだわりとしてはですね、まあちょっと見えるとこから、はい、シート、あ、そうですね、デカロシートですね、はい、デカロシートの SR7 のラシック、はい、まあ、今はもうちょっと、生産中心になったモデルになるんですけども、はい、もう完全に一目惚れです、この白ですね、レザー、はい、白のレザーってなかなか勇気いりますよ ね、 すね、はい、手入れが大変なんで、はい、大丈夫ですかとこうだいぶですね、レカロの担当の方から言われたんですけども、はい、はいはい、もうちょっと見た目重視です。そうですね、はい、もうバチッとやっております。あとはホイール、はい、こちらですね、レーサーのデートナー KCX、はい、こちらマットブラックになってます、はい、こちらも生産中心になってますの で、 です、ね、万が一ガリッといっちゃった場合はですね、はい、もうどうしようもないので買い替えということで、はい、いやもうその在庫とかはですね、もう新しいやつに4本買い替えということですね、はい、変えて変 え, それ変, える変えるということです。なるほど、はい、ということでそれでいきましょう、はいはい、あとは、まあ、見えないところにはなりますけども、はい、コンピューター、コンピューター、コンピューター、はい、こちらの方、社長の方にですねお願いして、はい、今これ販売してる分になるんですけども、一応ハイオク仕様で、ハイオクで乗っております。どうですか、燃費とか。まあ、燃費全然落ちないです。もう元から、ノーマルで1ヶ月2ヶ月ぐらい乗った段階で、まあ、書き換えをしてもらったんですけども、はい、平均燃費っていうのは、まあ、出てるんですけども、そこもあまり変わらず、ただ、はい、ストレスフリーで下からビュッとこう乗れてですね、いいですね、気持ちよく、はい、高速道路なんかもですね、はい、ストレスなく乗れておりますので、私としては大満足ということで、はいはい、乗っております。で毎朝、通勤にですね、はい、片道私1時間ぐらいかけてきてるんですけど、遠いですからね、ちょっと。そうですね、まあそういった意味も込めてちょっとオーディオだけはですね、はい、はい、ちょっと背伸びしてダイヤトンの方、はい、あ、いいですね、つけたんですけども、はい、残念ながらですね、その違いが分かるほどの耳を持ち合わせないということです、ね、まあでも、はい、クロスビーでスピーカーを触ってない人が乗ったらもしかしたら、そうですね、ですね、はい、そこは多分違いは感じていただけるんじゃないかなと思います。まあ、ちょこちょこですね、チューニングなんかもオーディオですね、はい、入ってますので、まあ、これから、まあ、あと何年乗るか分かんないですけども、はい、しっかりとこの愛車と一緒にですね、そうですね、やっていきたいと思います、はい、あと、まあ、タイヤとかも変えましょうか。じゃあ、やりますか、ブリヂストンさん、はい、動画を見ていただいているブリヂストンの担当者さん、はい、お願いします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 、協賛お願いします、お願いします、はい、ということで、はい、冗談させていただきますね。まあ今後そういう、まあ、今はちょっと難しいですけども、はい、アウトドアとかもちょっと興味があるので、あ、まあ、なるほどですね、荷物が載せたりですね、そうですね、そういった、楽しい仕様にできて、はい、まあそういうのに興味があるお客様に対してですね、はい、ご案内できるような、まあ、車両、もちろんクロスビーの試乗車という名車はあるんですけども、はい、まあ、レコードシートに座りたいであったり、ね、まあ、運転してみたいとかですね、そうですね、ありますので、まあ、そういったものは全然大丈夫ですので、はい、一回ちょっとこう山で転がしてみたいとかですね、転がしたらダメですね、はい、ダメです、はい、それダメです、はい、それダメですけど、はい、全然大丈夫ですので、はい、お声掛けいただければと思います。はい、ぜひ、クロスビーご興味ある方は村上の方までお電話ください、はい、よろしくお願いします。電話もらえ、はい、後で個人の携帯番号概要欄に書いておきます。はい、LINE ID と、 LINE ID と、ちょっとやり合いやです、やり合いです、お願いします。はい、ということでこの辺りでお別れです、さよなら。